どうも、今週もね、休みになったんで、観葉植物に水やりをこうしていきます。まあ1週間に1回ですね、こう水やりをやっていって、ちょっとまあこう映ってないかな、これまた新しくこう葉っぱ生えてきてるんですけども、どうでしょうかね。先週がね肥料をやったんで、まあ今週は肥料をやらずに、水をこうね、しっかりとやっていく形を取ろうというふうに思います。で今日はまあ休みの日はこうなるべくこう外へねこう置いておくと、外の空気にこう触れさせておくっていうことをこう、していこうというふうに考えています。うん、もうだいぶ下からねこう出てるんです。これ分かりますかね。下からずっとこう上から水をやって下からこう出てきてる。なんとちょっと分かりにくいんかな。うん、でこう下から出てきて、まあまあこれぐらいやったらいいかなというところで一旦止めます。よいしょ。でこっち、よし。これはちょっと小さめなんですけども、うん、これもね、この植木鉢、今やってる方分かりますか？これ見えにくいか、これで分かるかな。このこっち側ですね、こっち側、もうちょっとね、こう植木鉢をでかくしてもいいかなというふうにちょっと考えますけど、またこのね、植木鉢を買う形ですね。これにね、ちょっと枯れてるやつとかもあるんですけども、まあどうでしょうかね。うん、ちょっとカメラ変えます。ちょっとカメラ移動させています。今こうやってこう水やりこうやってるんですけどもね。ほんでこうやっていって、下からこう出てくる。まだ下からしか出てないですけども、こう下から出るような形でやっていくということですね。ちょっとずつ出てるんですかね。この辺からちょっとずつ出てる。わかりますかね。ちょっとずつ流れてるんですけども、ちょっとねこの辺とかねちょっと枯れてるところがあったりとかちょっとしてますけど、まあまあ結構こうツヤのあるね、葉っぱになってるかなというふうに思っております。そしてこっち側はねなかなかでかいんですよね。もうこのここは木になってるんですよね。この枝がこう木のような形になってるんで、これはもうだいぶ丈夫になってるかなというところですね。んでこの辺のね、これね、これなんかはちょっとこう新しくこう、できてきてるような感じですね。で、この辺の葉っぱはもうものすごくでかい葉っぱになります。うん、だからまあまあこれはまあある程度安定するかな。で、ここまで伸びてる割には下のね、この植木鉢が小さいかなというふうに思ってます。もうちょっと大きくして、これでもなかなか大きくしたんですけど、こう変えた時はね、でもこれでもまだ小さいフライになってるかなと。もうちょっと大きくするともっともっとこう伸びていく可能性はあるかなと思います。こっちもそれ同じことは言えるかなというところです。まあまあ今週は、特に別に変わったことないですけども、同じようにこうやっていく。でもう一回この水やりをこう繰り返す感じですね。2回繰り返してっていう感じでこうやっていこうというふうに思います。ということで以上です。